車椅子ドラマー高則。皆さんおはこんばんちは、車椅子ドラマーの高則です。この間からね、何気なく始まった手癖シリーズとなっています。手癖シリーズというのはね、僕がよくこうフリードラムでね、こう適当に遊んでる時にね、ついついやっちまうフレーズたちをね、なんかご紹介するね感じの動画となっています。今回はですね、RLKK っていうね、あの右手左手足足みたいな、そういうことをね気がついたらやってるんでね、今回はねそれをねご紹介しようと思います。ではまずねやってみようと思います。はい、これはですね、もう何かとあればこれなんか大体やってますね。まあ手順はね本当に単純でね、右手左手足足なんでね、まあとりあえずねゆっくりはねやってみますね。はい、というわけでね、あのやっぱりね足がおぼつかねえのがちょっとバレバレみたいな。あとはですね、あの手のね、叩くね太鼓を変えてねやってみようと思います。はい、そんなわけでね、あの叩く太鼓を変えるだけでね結構印象が変わっていくんじゃないかなって思います。これはね結構ね、あの実はエコなねフレーズでね、上半身2個でね足が2個ニコニコってやつなんで、結構、思ったよりは意外とシンプルで、ね、複雑に聞こえるみたいなお得な、フレーズだと思いますけど、本当はねもうちょっとこうきっちりできたら一番いいんですけどね。まあ手癖というかね、手癖足癖になってるかなっていう思うのはやっぱりね、派手に見えるからじゃないですかね。意外とシンプルなことやって派手に見えるからね、ついついやってたりするかもしれないですね。はい、そんなわけでですね、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマ高則でした。おいじゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。